ヤブノミオは、日本の元アーティスティックスイミング選手、企業家、デザイナー、写真家、メディアデザイン学博士、慶応義塾大学メディアデザイン研究科にて、デザイン美学の非常勤講師を務める。株式会社、ニューコスメティックス前代表取締役社長、東京都出身、慶応義塾大学大学院卒、慶応義塾大学メディアデザイン研究科にて、 メディアデザイン学博士号を取得。8歳の時にシンクロナイズドスイミングを始める。その後14年間シンクロを続け、引退後自身のプールの塩素による肌荒れの経験から、炭酸ガスを使用したコスメを扱う、コスメ会社、ミューコスメティックスを2006年に設立。以降同社の代表取締役社長として活動。2011年12月、M&A で譲渡。 現在の肩書きは、ミューコスメティックスファウンダー。また、シンクロ歴20年を生かし、シンクロ審判資格も持っている。女性ファッション誌、グラマラスなどのビューティー特集でのインタビューや、雑誌、JJ においては、ファッション企画で4ページの特集を組まれる。現在は、マスターズで再度シンクロ選手に復帰。2010年8月に、スウェーデンで行われた、 ワールドマスターズチャンピオンシップではソロで9位。2011年7月より産経新聞社産経エクスプレス日曜日特別版の編集長に就任。2013年よりトリノの自動車デザイン会社に勤務。ありがとうございます。